鶏肉を美味しく焼く方法、失敗しないペットボトルね、2個分かなりいい感じですね。驚くほど美味しくない美味しいよね。ジャボステーキおじさんです。あ、はい、今日はね、野菜炒めおじさんです。はい、この時期に何かを焼いて息を吹き返す男、ココチャンネル大西哲也です。はい、おかげさまで大好評でございます。はい、ステーキの焼き方ですね。いや、あれで牛肉焼いたじゃないですか、ステーキ焼いたじゃないですか。正直鶏とか豚の方うまいくらいに思ってる。まあでもさ、うん、ステーキといえば牛肉みたいなとこありますからね。うん、そう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 、はい、だけどまずステーキ、はい、牛肉で出したんですが、はい、でコメントでも多かったよね、はい、鶏肉やってください、はい、ね、豚肉やってください、はい、まあ、やっぱり、ね、鶏肉安いし美味しく焼けたらねいいよね。だから今回やっぱりダイエッターにね必須のね、まあ、僕の一番おすすめはやっぱりささみですね。おー、これささみってさ美味しくない部位って言われてるじゃん。まあそうですね、これ美味しく調理できたらいいよね。はい、とあとはやっぱり鶏胸肉、はい、この2種類ちょっとねやってみようと思います。で焼き方自体はこの間の牛肉のステーキの焼き方と同じでいきます。塩まぶして塩水で茹でて、はい、拭き取って焼き色つける、うん、それじゃあ失敗しないいきなり鶏肉を美味しく焼く方法、ここからスケッチ。いやでポイントはね、やっぱり鶏肉は牛肉よりもしっかり火を入れなきゃいけないね、うん、カンピロバクターっていうね、はいはいはい、めっちゃ怖いのいるから生焼け NG ですね。だからまあ本当は中心温度計、これのね、うん、使用を推奨しますが、今回やるやつで、まあ、大体どんぐらいになるって俺測りながらやるから、まあ、それ見ながらやって安全なねやっぱり加熱調理をして食べてください。あとはまあ自己責任ですね、まあ、だけどギリギリを狙うのがねやっぱり美味しいんだよな。火の入れすぎが美味しくなくなっちゃう、まあ、それは確かだから頑張っていこう。ささみですね。いや俺はね、いや色々実験したんだけど、筋を取るみたいな工程あるじゃん、ささみの料理の時に。あれね、俺個人的にはねやんない方が美味しい。確かにこう筋がこの硬い、ちょっとコリコリしてるっていう感じはあるんですが、その食感はその食感で美味しいし、筋取ったらちょっとそのボロボロになるんだよね身が。だから火入れがちょっとしにくくなるのと、ちょっと旨味が出ちゃう感じになるから、まあでもね、この筋も食べれないよっていうこの子供とかさ、お年寄りとかの時はさ、まあ、取ってやってもいいわ。まあ、俺はね包丁でこそぎながらこうやってねピッて、こういう感じですね。さすがにめんどくさいじゃん。そう、こういう感じです。そしたらこうボロボロになっちゃうね、こうやって。そう、だからね俺はね、まあ、何もしない方が美味しくは焼けると思うんですよね。まあ、まあお好みでやってあげてもねいいのではないかと思いますけどね。で2個筋取りましたと。で2個は俺のおすすめのこのツンツルテン状態、まあ、これにねこう塩かけて、まあ、このねトレーの上にかけちゃうといいよ、楽ちんだから。でこう塩まみれにもします。で塩水を作ります。塩水もやっぱり 3% 塩水を作るのがハードルが高いですっていう方がいらっしゃったんで、まあそれもそうかなって思って、ペットボトルね1個分 500ml ですね。でそれにペットボトルのキャップ、おいいね、はい、これ2個分で大体 15g です。おお、なるほど、はい、これはあるだろう。でこいつらをここにおもむろにイン。美味しくなさそうだよなマジで。こうはい、で火にかけます。火にかけます。たまにひっくり返してあげてね。これさ、筋取ったやつはさ、隙間のところあるじゃん。ここ水があんまり動かないから、ここのところに火が入りにくいの。あ、はい、アクがいっぱい出て、こうブクッとなってきましたね。もう牛肉だったらもうこの辺で取り上げちゃうかなって感じなんだけど。お、牛肉はもう取り上げちゃう。言ってねえ、やってねえかな今だけど鶏肉の場合はちょっと中心温度はねやっぱりね75度ぐらいまでにはしたいかな。でこうブクブクして沸騰してから10秒ぐらいだな、しっかり沸騰させて50秒ぐらいやってこう取り上げると。これ手触れるの料理人だけだから気をつけて。熱いね、はい、でこれこう、はい、水分をこう拭き取りまして、でこの時点で温度が何度ぐらいかっつうと50度ぐらいだね、まだ上がってるから、うん、でこれをささみはね俺結構焼いてく、片面だけしっかり焼くみたいな感じでいくから、で最終的にこう75度ぐらい目指したいっていう感じですね。でフライパンにまたですねオリーブオイルを引きまして、でここでですね、はい、焼いていきます。焼きのつけ方とかも、まあ、みんなの好みですよね。この間は両面に均等につけたけど、まあ、片側8割裏側2割ぐらいでね、まあ、つけるとかいうテクニックとかもあるよね。今回はどれぐらい、あと1分ぐらい焼くんですか。割と2分ぐらいいくかな。結構いろいろ場所変えながらやるとフライパンの熱をね活かせるから。そんなでこう中心温度どのぐらいかというと64度か4度ぐらいね。やっぱりこの、中心温度計、やっぱりこれがあると肉を焼く技術とかコントロールっていうのはもう飛躍的に向上するね。そのうち慣れたらこう使わなくなってくる。こうやってこの触ってる感触でこの何度ぐらいかなとか分かってくるから、この弾力で。お、かなりいい感じですね。裏返して裏側は2割ぐらいで、
まあ、裏ちょっと焼いて、これ何度ぐらいになったかというと、あーいいですね、76度か7度ぐらいになってました。これで完成ですね。心、じゃあ行ってみましょう。究極のささみ焼き、パーティーナイトの始まりだ。はい、行ってみましょう。いただきます。はい、まずプレーンでね、塩味ついてますから今回。いただきます。いただきましょう。うん、ちょうどいい味、味がちょうどいい、うん、驚くほど美味しくない、まあ、美味しいよね。マジで味付けがちょうどいいんだよね。何より味がない。うん、そうでさ、その今食べたもその筋のやつなんだけどさ、気にならないでしょ。気にならない。いやだから火入れすぎたらやっぱり筋硬くなるのよ。なるほどね。だからそんなに火を入れすぎてない場合は筋はそこまで気にならないっていうことですね。こっち筋ないやつですね。これ筋ないやつ、はい、筋ないやつ、はいはい、まあ、うん、言われてみれば、うん、ほぐれやすい気がするけど、うん、味こっちの方が薄いよ。いや、そう、味薄いよね、うん、なんでだろうね。絶対筋ある方が美味しいね。あ、なんかパサパサだ。そう、だからやっぱり細胞がその破壊されて、うん、水分とか味がそこから出ちゃってるんだよね、きっとね。伝統のささみわさび、みんなさ、うん、山わさびもっと食った方がいいよ。本当にホースラディッシュって言って売ってるから、うん、SP さんからね。めっちゃうまい。うまい。ささみこんな美味しく食べれたらいいよね。筋すらうまいけどね。あ、そう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 、そうなんですよ。で、おろしニンニクを、はいはい、ちょっと入れた、はいはい、お醤油を用意しました。おろしニンニクは、チューブニンニクです。あえてのこの。はぁ、もうバサシよ。バサシではねえけどな。うまみの強さとかが、ね、バサシのそれ、うん、正直本当はね、まあ、飲食店で出すとかならあれなんだけど、はい、これはね本当はもうちょっと温度低い感じで仕上げた方が究極的にうまいなとは思う。ただ責任取れないから、ね、そう、責任は取れない。立場上そういう風に発信しなきゃいけない感じではあるんだけど、65度ぐらいかな、うまいよな。みんなさ、うん、なんなら毎日食わなきゃいけないみたいな人もいるから。いや、そう、俺とかそうよ、うん、だからこのぐらいのやつやっぱり1日1食入れないといかん。タンパク質、うん、たくさん取れるし、うんうん、いいよね。ささみ腹くれんな。そうそう、ささみうまいんですよ。だから、うん、みんなもっと美味しく調理できるんならささみなら安いし、ね、これを、うん、もっとみんな取り入れていくべきだと思いました。で、鶏胸ではどうなんですかっていうコメントがこのままだと死ぬほどつくから、はい、鶏胸エキシビジョンでやってみましょう、はい。で、鶏胸は厚いところと薄いところがあるじゃん。そう、だからこれをまあよく観音開きにするっつって包丁で開くんだけど、俺は最近ハンドで開いてんだよね。ここに親指を入れて厚いところとこの薄いところの厚さを均一にしていく。手で裂いた方が多分味は落ちないじゃないかと、細胞が壊れないのではないかという仮説では、厚さ均一になったしたっけ、これですよっていつものですね。はい、これいいね。どうぞ一つぐらいね、うん、週間も生きてりゃ一つぐらいペットボトル持って帰るやろう。はい、よし、行ってらっしゃい。こんなもんね、グツグツ10秒ぐらいで同じですね。同じです。茹でて、ブクブクして10秒してあげて、そう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 、拭いて焼く。なんかでもこの状態での見た目はだいぶ美味しそうだ。美味しそうだね、うん、はい、はい、こんな感じです。めちゃめちゃいいじゃん。はい、めちゃめちゃいい感じです。じゃあ食べましょう。はい、食べましょう。はい、めっちゃ筋トレしてる人みたいです。いいですね。はい、食べてみましょう。食べましょう。はい、これね、実はね、さっきより火入れちょっと甘くしてみたんですよ。ダメめに自己責任系です。うわー、はい、あー、こんなん食ったらまともな火入れなんてやってられてんだよな。キツネうどんのキツネ噛んだ時ぐらい汁出てくるじゃん。これは俺が家でやったら大丈夫って言われるやつ。うまい。なんでもない鶏肉だよこれ。塩味めっちゃちょうどいいのよ。いや、ね、いや本当に、うん、コメントであとあったのは、自分にはちょっと濃かったからソース作る時とかは薄めにした方がいいかもって、はいはい、まあ確かにそれもそうかも ね、 ね、しっかりとした噛み応えと柔らかさの両立みたいな、やっぱりこの鶏肉ならではという感じですね。鶏肉うまいな。正直さ、牛肉よりうまいよね。牛肉よりうまい。うまいよね。牛肉よりうまいです。からしとブラックペッパー。からしとブラックペッパー。あ、これめっちゃいいね。あ、これめっちゃいいね。胡椒はちょっとあってもいいかな。そうだね。胡椒あるとやっぱちょっと締まりますね。いや、やっぱり塩胡椒って偉大っていうことだよね。本当に、うん、塩胡椒で大体解決するわ、うん、これ普段もっと残念な気持ちで食べてる肉だよね。そうだよね。何、俺今日さ、大根、ささみ2本半ぐらい、うんうんうん、胸肉半分の2ぐらい、はい、これで腹いっぱいになることある。
いや、そうなんだよ。ライザップ行ったらそういう食事になる。これで美味しくなく食ってたらやる。そうだね。これは、うん、ササミよりやっぱ胸肉の方が美味しかったんだけど、うんうん、これはやっぱ火入れの感じだと思う、うん、やっぱ後半の食べた一切れより、うん、最初の一切れの方がめっちゃ美味しかったから、はいはい、そうなんだよ。やっぱりギリギリ攻めた方がうまいんだよねって感じ。そうだから、そう、それだから動画で俺らがこんなこと言っちゃいけないけど、うん、分かる人はやってほしいよね。いや、そう、不安な人はやんない方がいいよ。そう、危ないからね。そう正しさとか、うん、やらなければいけないこととかはあるんだけど、やっぱりそれでは測れないものっていうのがあるのがやっぱり料理だよね。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。はい、いかがでしたでしょうか。これで鶏肉もめちゃめちゃ美味しくもう食べることができるようになりましたね。鶏肉さえ美味しく焼ければもう金なくても生きていけるし、うん、まあ、何よりやっぱ美味しい、ね、いや、そうで、あとね、ミートテンダーライザーしないんですかっていう意見、ね、非常に多いです。はい、はいはい、あのね、ちゃんとしたこの火入れができるようになったらミートテンダーライザーはちょっと余計だなって最近思うようになってるのね。そう、結局細胞が壊れて味が出ちゃうから。何でもかんでもライザーやってたんだけどみんななんだよって思うと思う。俺のチャンネルが好きなのか、その肉を美味しくしたいのか、ミートテンダーライザーをしたいのか、ちょっとよく分かんなくなってると思うんだけど、よっぽど硬いもも肉とかやるとき、だから豚肉とかやるとき、とんかつんとかやっぱりライザーした方がいいかなとか思う。そう、ただこの鶏肉焼くときとか、まあ、牛肉でステーキ作るときとかは、今は俺はミートテンダーライザーはあえてしないで、火入れで柔らかさを出すっていう感じでやってます。まあ、豚肉もね、まあ、年内に出るかどうかは分からないですけど、はい、豚もやりましょう、はい、豚もやりましょう。チキンさえ覚えるときはもうクリスマスに焼いたっていいです、ね、ああ、そうですね。チキンステーキですよ。はい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 、この肉も大体同じなわけでしょ。ああ、もうそう、同じ、全部同じ、はいはい、全部これで焼ける。それでは皆さんまたお会いしましょう。いくぞ、1、2、3、したっけ。え、コメントとかでもあったんだけど、あのこの調理法って1回にたくさん作れるのさ、実は、はいはい、1個ずつ焼かないでやん。例えば1キロとかバーッと塩まぶしてバーンと茹でてやっていいと。なんだっけ、それがなんだっけ、包丁人味兵のお伊勢焼きだかっていうやつだって死ぬほどコメントついて有名なんだね